よし、今日もやっていくぞ。こんばんは、マサです。ポケットモンスターアナフィラキシーショック、もう何日目かもわかんないです。なんか無人島に漂流したらこんな感じになんだろうな。漂流してさ、最初の何日かはさ、今日で何日目かって数えてたけど、もうどうでもよくなっちゃうんだろうな。あの壁に正の字でさ、今日が何日目の遭難して漂流して何日目かをカウントするのももうめんどくさくなっちゃいました。ラッタのレベルは今46、経験値は97,352、次のレベルまで6,471ということで、まあ、ここの草むらで電光石火を、4.5 セットぐらい打ち尽くしたら1レベル上がるって感じですね。今日はそんなに時間もないので、まあ、1レベルかな、上げられて1レベル、もしかしたらそれより前にやめちゃうかもしれない。でも奇跡が起こってめちゃくちゃ長い時間やっちゃうかもしれない。今何日目だこれ、22日目とかか、22日目というか22回目の録画というか、いやー早く50の大台行きたいな。別に50の大台に行ったからなんだってわけじゃないんだけど、50っていう数字を見ることによってなんか精神的な安定を保ちたいわ。日焼けしてようやくなんかその肩の日焼けの出るように脱皮というかその皮がちょっと抜け始めたんで、あれなんか一気に剥がせると気持ちいいよな。大体無理なんだけど、あの仕事の関係でさ、郵便局に4通の手紙を出してきた。手紙というか封筒、動物の森ぐらいしかないよね。ヘリに渡すのペリ、あのー、はい、絶対にお届けします。あらまいよ、嫌がったな。今なんとか村回ったのに、ヘリに茶を始めるとすると、そして今日もスズメやハトやあとはウサギみたいな紫とかウサギ、あとはウササル、あと謎のピンクの生命体、レベル上げの合間、ちょっとだれてきたら FPS やりながらレベル上げをしてるんだけど、 FPS のなんかエイムだけどんどん上手くなっていくというか、なんかもうラッタがレベル上がるよりも俺の方がゲームに上手くなっていく。なんなんだろうね、この状況が。ラッタとともに俺はね、向上しているわ、俺の能力が。ラッタはレベルが1上がるごとに攻撃が1か2上がるけど、俺のエイム力はもっと上がってる。あ、そう、健康診断なんだよ。やだな、体に異常があったら。こんな縛りプレイやってるからさ、頭には異常あると思うんだけど、体には異常ないでほしい。体だけは健康でいたいな。葉っぱ体でいたいわ。嫌になる、嫌になるほど健康だ。健康診断行ってきたら、そのあれだな、結果報告を準備しないとな。でもマジで笑えない病気の可能性もあるからな。1年半ぐらい俺健康診断行ってなかったから、その間に病魔が作ってるからな。ドキドキだわ、ドキドキエンゲームだわ。だいたいこの冒頭のさ、3分から5分ぐらいをオープニングトークとして話して、あとは本当にひたすらのレベル上げ風景を見せ続けるという動画なので、今この動画初めてなんかおすすめに出てきたので見ましたっていう人もコメント欄ちらほら見るといるんですけど、この人この動画何分になるか、何時間になるか分かんないけど、まあ、この1時間ぐらいずっとこんな感じで一人ごと言ってんのかなと思いましたら、ちょっとそれは違うので、最初の5分ぐらい喋って、あとはじゃあちょっと黙ってレベル上げするかっつって、マイクミュートにして、このレベル上げの風景だけがひたすら流れる。だからまあ、であれだよね、勉強とかさ、なんか作業とかするときってあんまり日本語の歌詞の曲ってあんま良くないらしいじゃん。その日本語の歌詞の方に意識を何パーセントか向けちゃってるから、作業の方がなかなか頭に入らないというか、特に勉強なんかは集中しないとさ、なかなか覚えられなかったりする。だから歌詞がない曲も
もしくは、まあ、意味がわからない、全然知らない英語のすごいラップとか全然聞き取れないような歌詞に意識がいかないようなのがいいっていうけど、これゲーム実況のそのバージョンだよ。ゲーム実況のインストみたいなもん、実況なし実況。それからあのみんながいい感じに今そのやっぱ冒頭って退屈だから、こうやって俺のトークを聞きながら徐々に作業のエンジンをかけているわけよ、みんな。日焼けで皮がむけてるんだ、かわいそうだなとか思いながら、いつじゃあそろそろ黙るかってタイミングから徐々にあのスムーズに入っていけるみたいな作業で、これ素晴らしいところなのか、画期的なんじゃないか。実際そういう使い方をしてるっていう人いたら、あのもしよかったらコメント欄にあの一言でも書いてみてください。作業を図ってます。実際にさ、この動画を上げると一定数再生してくれる人がいるんだけど、その人たちがどういう目的で再生してるか俺はいまいちわからん。教えてほしい。いつか色違いが出るんじゃないかと食い入るように画面を見る人はまずいないだろうって思って、別に出たところで何か一発逆転が起こるわけでもないから、なんか珍しいってだけだから。あれだよ、あのピノのハート型のピノが入ってるかどうかみたいなもんで、ハート型のピノが入ってたからといって賞金はもらえないし、ピノの量が多かったり味が違ったりするわけじゃない。ピノだからこいつらみんな何パーセントかの確率でハート型のピノが出るよって言ったら、もう梅雨明けみたいな天気だけど、少し梅雨くらい、俺梅雨好きじゃないからいいんだけど、なんかカラッと晴れてる。釣り来て、今これさ、キャプチャー、あ、でもダメか、ダメだわ。外でもレベル上げできるなと思ったけど、外じゃできないんだ。これゲームボーイアドバンスだから SP とか持ってかないといけないんだ。これ今ゲームボーイプレイヤーっていうさ、ゲームキューブの下にガチャってはめるやつで、だから家の中では家の中でしかできないんだ。これは外でできるんだったら俺だって電車で移動中とかでめちゃくちゃやってるもん。しかもその間スマホで撮影をし続けないといけないから無理だ。電車電車すぎる。2席ぐらい開けちゃうもんね。ゲームボーイアドバンスを食い入るようにやりながらそれをスマホで怖いもん。そうなると、ああ計算ぴったりだな。今だから 4.5 時分くらいって言ったじゃん、レベル上がるの。大体45分くらいで多分レベル1上がるわけで、ちょうどじゃない。俺の奥さんが正しければ、あと俺がサボらなければ、途中でトイレ行ったり、普通に何だったらあのご飯作りに行ったりする可能性もあるから、あの急にポケモンの前で硬直することあるけど大丈夫、あの放送事故じゃない。みんなもそれを承知で見てるみたいな。急にこのポップを見て固まる可能性あるけども、別に急になんか怖くなったとか言われて、まあ一回プリンと対面して俺寝てたことあるんだけど、プリンを前にして、まあ、それはこれ多分俺がこれ休まずやったら45分、動画の45分くらいにレベル47くらいになってるような気がするよ。
そろそろ頑張るか。もう10分ぐらい今日話す。今日なんか話す時間多いね。そう、みんな退屈しなかっただろう。ここから無言のレベル上げたいんだから、まあ途中で喋る可能性もあるじゃない。まあ、というわけで、ね、このレベル上げの動画が今何時間の動画として投稿されているのかわかりませんが、おそらく、まあ1時間ちょいなんじゃないでしょうか。なので今日は47の、ちょっとバーが、経験値のバーがちょっといったぐらいのところで終わるんじゃないでしょうかね。そう予想します。というわけで、レベル上げ作業に入りたいと思います。皆さんもね、作業頑張ってくださいね。まあタラーと聞くのもよし、ツイッターを眺めながらバックグラウンド再生するのもよしです。というわけで、ここになります。
you
12分が経ってますね。もうちょいで48か。今回さ、本当に一切手止めてなくない？俺すごくない？今までは最初のさ、途中でトイレ行ったりとかしてたけど、マジで最短の動きしかしてない。だからもうこれ以上のペースでのレベル上げは無理だ。これが最速だわ。1時間で約6000くらい。これが最速。じゃあ1時間で9000だけ。今のこの状態だったらレベル 1.5 くらいか。これがあれだな、いいバロメーターになる。どんなに急いでもこれ以上のペースはここでは無理。うまくなってきたよ、ラッタの背中も。もうすぐ48だぞこいつ。確かに四天王が50レベルだったから、もうすぐ四天王にもここに届きうる化け物が今誕生しようとしてる。今日はここで電光石火を打ち尽くしたら終わろう。レベル48に行って、多分それでもうちょいプラス500ぐらい経験値かな。なんかポケモンとしてじゃないもんね、野生動物としてというか、数値としてオニスズメが数字に見える。やっぱさ、やっと気づいたんだけどさ、プリンってさ、奇数のレベルしか出てこないよな。プリンってレベル3、レベル5、レベル7しか俺多分見たことない。で、今のところ経験値が一番大きいのはプリンのレベル7で、次でマンキーのレベル7で、次がオニスズメのレベル8かな。見ててみ、プリン出たら絶対奇数だから、レベルなぜか知らないけど奇数のプリン出てこない。だんだんね、記憶していた。プリンのレベル7が経験値76で、マンキーのレベル7がレベ、経験値74だ。覚えてきちゃった。あ、これ結構でかい。この草むらで2位の経験値を取る。マンキーレベル7ですね。経験値は74。はい、レベル48。いやー、お、あと1レベルで記録が100になりますよ、皆さん。鬼スズメはレベル8が存在するから、レベル6の鬼スズメは存在する。偶数のプリンなんてこの世に存在しないの。ここだ、この上のレベル8がいる。レベル7のプリンのプラダックス50超えてるぐらいか。じゃあ50ぐらいか、ちょうど55か。全然覚えたくもないの、自然と覚えてきた。はい、今日のプリン終了。夜ご飯食べてこよう。1時間16分のレベル上げ、お付き合いくださりありがとうございました。言っとくけど、まだまだレベル上げは続きます。一体何レベルまで上げるの？そう思った方いるかもしれません。決めてません。これが満足いくまで上げます。満足というか、もういいだろさすがにって思うぐらいまで。あれ、教習所の見極めと同じだから。これがラッタを見極める。経験値が11万。いや、これあれだな、1日1万ぐらいの経験値にしようか、目標ノルマとして。そうすればレベルは1上がるだろうから。よーし、というわけでここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。飯食うぞ、バイバーイ。